潮天正隆は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、明智光秀の家臣。通称は又兵、または田島守を称した。丹波国表上軍柏原省平井村の人。弟に正美がいるが、正美は正隆のことも言う。潮天の姓は小玉等の世もだしに由来する。明智光秀が、 丹波国に入国した前後に敗下となった。天正3年の丹波攻めに参加するが敗退。同年の越前国攻めや翌年の石山攻めなどにも兄弟で従軍した。天正6年に赤井直政が病死すると、天正7年、再来した明智軍の武将であった正隆は、兵城軍に入って、貢献城を落とし、天田軍の鬼家城をも抜いた。八上城,城攻略時には、 はの修士と正美が格闘し、正さが捕らえたという。8月には赤石の居城黒井城がついに落城して、光秀は丹波を平定した。光秀は丹波国内に諸将を廃して、用天兄弟を福知山城代とし、正さは福知山城周辺に一万国の地業を得た。本能寺の変の際には、負傷した。 明智光忠に代わって正隆が二条白攻めを指揮した。正美は本能寺で森乱丸を撃ったというが、これには異説もあり、正隆とも別の人物とも言う。天正10年6月13日、山崎の戦いで、正隆は光秀に先んじて戦死した。正美は、逃れ、名を変えて、青木衆も、ついで、結城秀康に仕えた。ありがとうございます。